おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで本日もね、よしエンゲージやっていきたいと思います。ってことで今回ね、何やっていくかという話なんですが、今回はですね、こちらのよしローディングが終わって72時間限定モビルスーツガチャ引いていきたいと思います。ってことで早速やっていくんですけど、なんでねこっちモビルスーツ引くの、なんでキャラじゃないのっていう話なんですが、キャラでもね十分やっぱり強いし、まあそれぞれのねモビルスーツに乗せなきゃいけないので、最低1回はね10連して、まあ、6人ぐらいは集めておくといいかなとは思うんですが、このゲームですね、そのモビルスーツ同士の相性がものすごく大切になってきますね。まあ、実際にやってて思うんですけど、強いね相手とかと当たった時に、自分のねモビルスーツ、持っているモビルスーツの相性が相手のモビルスーツに対して有利なのか不利なのかっていうところをかなり大切なのかなと正直思います。うん、まあ、この青なのか赤なのか緑なのかっていったようなところだよねっていうことを考えるとですね、やっぱりねちょっとモビルスーツ引いておかなければいけないかななんて思います。このタイプのところかな、このタイプにはそれぞれ、タイプじゃないわ、まあまあこの敵対時にね有利不利となる関係もあるんですけど、この属性だね、この属性モビルスーツごとに1種類のみが設定されていて、赤青緑紫黄色なんですけれども、まあ紫黄色はねお互い相関なんですけど、赤青緑のところがねやっぱり有利不利が明確になっているので、ここねきちんと揃えておかないと正直厳しいのかなと、なかなかねちょっと先に進めなかったりとかするので、今回はね確率2倍なうちにモビルスーツガチャ引いていこうかなと思う次第です。でちなみにね、今ここにいるのが私の持っているですね全ウルトラレアモビルスーツになります。試作にフルアーマーにナラティブにシャーザクに、よいしょ、こちらナイチンゲール的な感じなんですけど、とりあえずねやっぱり属性強化系欲しいなと思います。一応赤のナラティブ持ってはいるんですが、青のリガズイと緑のガンダム、この2つがちょっといないので、ここがね当たればなーなんて思ってます。で仮にここが当たらなくてもね、まあ望めるのであればシャーザク強化したかったりねなんていうので、まあ、シャーザクとかなんてダブってくれると嬉しいのかなと。とりあえずねやっぱりモビルスーツの数集めないと、まあ、数集めたりとかね重ねないとちょっとどうしようもないのかなというところがありますので、早速ガチャ引いていきましょう。さあまずはですねこちらウルトラレア排出2倍の72時間限定なんですけど、これはですねもう早めに引いた方がいいね。まあ、2倍はやっぱりめちゃくちゃ熱いので、やっぱもう今引かないとというところかなと正直思いますね。これねまた 3% に戻っちゃったら正直しんどいし、仮に 3% のところでね、今ナイチンゲールがそれこそ 3% の方のガチャで来てますけど、ナイチンゲールが 3% でねの方に来てて、まあナイチンゲール 1% で出てくるとはいえ、まあナイチンゲールの強さ云々は置いといてね、やっぱりねウルトラレア揃えないといけないので、この2倍、確率2倍の時にね引いておくのが基地かななんて個人的には思います。で今回欲しいのは重ねたいっていう意味ではシャーザク、あとはリガズイ、そしてこの緑のガンダムだね。あとビクトリーとユニコーンも欲しいかな。ここは完全に個人の都合ですが、ということで早速30連やっていきますが、まず10連引いていきましょう。さあ激アツ演出が来ることを祈って、今のところ私ねこのガチャ全部毎回ウルトラレア出てきてはいるので、ちょっと、ね、このまま行きたい。さあロードが入っていくがどうだ、ロードが入っていくが、触っていきましょう。さあ来い、おワンチャンあるか、お演出を入っていく。ただシャアアムロではないね。どうだウルトラレア来るか、かっこよすぎる、この演出かっこよすぎて飛ばせないよね。もうねめちゃくちゃかっこいいんだけど、おっしゃー、ちゃんと一つウルトラレア引いていく。さあ何が来るか分かりませんが、楽しみに見ていきましょう。まずはアッカイですね。もうみんな大好きアッカイじゃないですか、機動戦士ガンダムのねアッカイ、ありがとうございます。さあガザ、いや緊張するね、マジで誰が欲しいかな。
緑のガンダム欲しいな。緑のガンダムがすごい欲しいですね。リガーズイでもいいんですけど、緑のガンダムが来てくれると私個人的にはものすごく嬉しいずさ。ここら辺のモビルスーツもさ、重ねた方がいいんでしょうね、きっとね。ダブってるからさ、もう。さあ、来た。かっけえ。ビクトリーガンダムかっこいい。このシールドがいいですよね。めちゃくちゃシールドがかっこいい。ちょっとね、リガズイでも普通のガンダムでもなくてあれだったんですけど、でも全然嬉しいですね。めちゃくちゃかっこいい。超いいね。いやいやいや、めちゃくちゃかっこいい。この演出がいいですよね。さあ、カプール。ただですね、演出で言うならね、ぜひちょっと皆さん、ナイチンゲールの演出見てほしかった。めちゃくちゃいいんですよ、ジム・カイネ。めちゃくちゃね、ナイチンゲールの演出がかっこよかったんですよね。本当にお見せしたかったですね、もう。デランゾン、黒の舞台ね。デランゾンも持ってる気がすんな。さあ、どうでしょうか。あ、持ってたね。S レアは設計図50個、レアはダブルと25個みたいだね。とりあえずビクトリー引けたんでね、この調子で引いていきたい。さあ、ガンダムが欲しいね。なんといってもガンダムが欲しいな。ガンダムが欲しい。うん。あの、通常のガンダム。さあ、ロードが入んなかったのが気になるが、どうだ？お！そうそうやらせはせんよ。かっこいいさ。アムロのカッティング入らなかったね。どうなんだろう。おっと、こっちのガンダムの演出になってもアムロが来ないとウルトラレアが来ない可能性があるんですね。アムロが来てるときはね、あの毎回ウルトラレアが来てた気がするんですよ。アムロとシャアそれぞれのカッティングが入るときは。ジム3、おっ、かっこいい。フリートシュナイド、ユニコーンのやつですね。ありがとうございます。おっ、ガンタンク、ガンタンク好きですよ、私は結構。お、ディーゼルいいじゃん。さあ、お次はガンイージー。ネモかっけえ。キュベレ、いや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 、めちゃくちゃかっこいいですね。いや、ナイチンゲールも好きなんですけど、実は私キュベレが好きなんですよ。かっこいいですよね、ジム。お、リックディアス。さあ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 、ウルトラレアはコズでしたが、ラスト行きましょう。ウルトラレア来ることを祈って。さあ、ロードをちゃんと入っていく。ワンチャン来ますね、これは。来い、頼む、ウルトラレア来い。しかし演出入らないぞ。お、入っていく。今度さ、演出わからんね。なんでしょうね、どこからが来るんやろ。頼む、来てくれ。かっけえけど、来てくれウルトラレア。マジでかっこいい。やばいね、ずっと見てられない。ここだけ流したいね。さあ、どうだ。お、これは完璧じゃない。2体は熱いですね。さあ、行きましょう。ガンダム頼む、頼む、ガンダムくれ。ガンダムが欲しい。私はガンダムが欲しい。あの、完全に私の強い弱いではなく、完全に好みの問題でガンダムが欲しい。さあ、ジム。おお、ワラサイ、ワラサイ来るね、よく。さあ、ネモ、ネモもよく来るね。そろそろ1体目のウルトラレアじゃないか。来ていく。お、試作ね、試作1号機ね、ダブリね。まずはありがとうございます。かっこいいじゃないですか。ただね、ガンダムが欲しいね。さあ、ジムコマンド、よし、来た。神引き。うわ、こうなるとアムロも欲しくなる。やば、かっこいいんだけど。やばすぎるね、超かっこいいね。うわ、かっこよすぎる。カプールくん、決めもどうでもいいよ。お、ギラズール、ジム、はい、ありがとうございます。お、ザクスナイパータイプ。いや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 、もう神引きと言わざるを得ないでしょう、これは。まあね、ここで一応両、試作か。試作1号機もダブってくれたので、まあね、試作1号機の、まあ、能力上昇もできるし、いや、なんといってもガンダムだね。今回30連して、誰が追加できたんだっけ？ガンダムとビクトリーか。いやいやいや、めちゃくちゃ良くない？めちゃくちゃいいじゃないですか。
やっぱ 6% の時に引くべきだね。 6% の時に引くべきでしょう、これは。いや、かっこよすぎるビクトリーガンダム。しかもですね、見ていただきたいのが、このガンダムね、もう私ね、結構若くないので、ガンダムとかね、シャーザクとかそういうのが好きなんですけど、このガンダムのね、このエクストラスキルが、緑属性のモビルスーツのね、バフをかけてくれるんですけど、私ね、ナイチンゲール好きで、ナイチンゲールわざわざ引いてるので、ナイチンゲールが緑なんでね、ここと相性のいいガンダム、これまたすごく嬉しいですね。ということでですね、今回の動画こんな感じにしたいと思います。ぜひぜひね、皆さんも 6% のうちにパパッと引いてみてはいかがでしょうか。ってことで、ご視聴ありがとうございました。皆さんもね、ゲームライフに乗ってます。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。